いサイトに入ってみようのコーナー始まりました。星野がすごい手抜きです。じゃあまず手こっから行ってみましょう。やばいです。これ見えれんのかな。あ、見えれるわ。見れてる。これ韓国語なんだよね一応。うん、一応こう見ていくとほら、あ、英語だったわ。韓国レベルだけ。でもほら漫画になってるの。絵でなんとなくわかんじゃん。そう、あんま痛くなかった。うん、顔がちょっと残念。あ、これよくあの駅の道にあるやつね。あるんだ。あら、あら、あ、かわいい。あら、かわいい。ちょっとタイプかもしれない。さっきよりは全然いい。うん、星野じゃない。星野かもしれない。それは市村、おうどん食べた後にしよう。なんか横顔ダメだな、この子。気のせいかな。気のせいじゃない。気のせいかな。ああ、星のかかり向くわ。あらあら、めっちゃ見てんなこいつ。同じ画像じゃねこれ。Where is my body? 突然のグループスロー、しなかった。話しかけるのね、ちゃんと。あ、歩いてくるね。かわいいわ。あ、いなくなった。あ、いるわ、まだ。え、あー、まあね、怖いよね、走るよね。え、シーズン乗ったよ。してこの顔である。画面荒れてんの、なんか画面荒ぶってね、なんか画面荒ぶる。この向きで飛んでくんだかよ、お前。あ、やべえなこれ。お、出てきた。え、終わった、終わったの。しかもさ、これさ、よくよく見えたさ、最後主人公が死んだのかと思いきやさ、普通にこいつが死んでる。ほら、こいつ死んでるね。まあ、これでこのポンチョ丼お化けが終わりました。切ります。はい、2回目です。さっきのポンチョ丼お化けにはびっくりしました。出てきたあいつがポンチョされてましたね。俺の心もポンチョだよ。俺の心はドンされてる。で、今回はね、この謎と旅する女っていうサイトです。まあそんな特に意味はないんですよ。普通に旅のヨーロッパのどこかですみたいな感じ。謎々を出しながら進んでる感じですね。ドイツじゃん。ドイツだと思うよ多分。ほら、どこのドイツだ。ドイツですけど、あらないですねって。料理がとても美味しい国です。さあ、どこだ星野。俺は分かったぞ。フランス。トルコです。トルコ料理があるんじゃん。今回は国内です。ここはびっくりした。ちょっと私がいる場所を当ててね。ヒントです。いまいちの人でももうちょっと頑張ればいける観光地。いまいちだよ。いまいちし、あ、日光だったわ。いまいちの隣が日光。これせこくね。華厳だけじゃん。うん、じゃないか。華厳じゃない。華厳じゃない。日光。日光違う。なんだこれ。日光なんだけだ。華厳ってもうちょいさ、迫力あるよね。確かあるね。これじゃない。流氷の滝とかか。流氷か。そうだよね。はい、進んでいこう。最後の国。あ、嫌な予感がしてきましたね。天国じゃない。地図に載ってない国ってどこだ。天国。答えはね、天国。あら、当たったね、最後は。最後に、俺最初と最後に。あ、最初ついどいどいと。あ、お、え、これ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 。これ打ってないからね。俺打ってないよ。お前打ってんじゃん。あら、
お前が打ってんの。あ、はじめ社長って。さて、ん？さては探さないよね。上、上って出ましたね。ここに。じゃあ上行きましょう。料理がとても美味しい国です。ヨーロッパのどこかです。なぞなぞ走りました。見え隠れすんな。宣伝か。じゃあ見てみましょう。もう一回ちょっとピクピク動くのやめろ。ドライアイか。ドライ、あ、怖いわ。目がいっちゃってるわ。あ、手食ってるわ。全然違う画像やんけ。シャーやんの。シャー、シャーじゃねえや。こいつ誰だよ。俺こういうコート持ってるわ。滝関係ないやんけ。もこれさ、これクリックしたらどうなるの。あ、勝手に上に行けんじゃん。なんだよ。これさ、もう一回上行ったらさ、元のやつに戻んの。それとも出てくるの。またピクって出んじゃん。見てみましょう。はい、どうぞ。はい、終了です。終了。ちょっと待って、終了って言ってもらおう。言ってもらおう、あいつに。ああ、うん、はい、皆さんご注目、あいつの最後の出番だ。終了。以上。